ファイヤー鬼ダースです。今日はな、俺に挑戦状を持ってきてるやつがいる。タイガー Z 神じゃない、またぐなよの長州力じゃない、ただの宣伝マンなんだ。というわけで鬼ダープレゼンツ宣伝マンデスマッチファイヤー。まずはミスターバスク、これは正打ちマスクマンだ。中身はね、おい、奥丸さんって言うんだろ。次はパンチ、パンチマンだ。パンチなんだよ、中身って。おい、中島さんじゃないんだ。ミスタータスク、パンチ、この2つの映画だ。ただし俺が宣伝するわけじゃない、宣伝マンが独自に宣伝するんだ。ただし俺が技をかけながら宣伝するんじゃ。ファイヤー。おい、宣伝してみろ。おい、これはどんな映画だ。人形セウチにする映画です。おい、聞こえない聞こえない、人間をセウチにする映画。人間をセウチにする映画ですよ。おい、有名なやつは出てるのか。ハーリー・ジョイ・ロスメントってシックスセンスの天才子役が出てるんですよ。大きくなってるんです。そうかそうか。それで見どころは、セウチ人間が出来上がった瞬間が最高なんですよ。おい、あったか。セウチ、ミスタータスク、みんな見ろ。123、行くぞ。123、ファイヤー。おい、おい、これはどんな映画だ。これは1年に12時間だけ犯罪が全て合法化になる映画なんです。12時間犯罪が合法？何でもしていいんです。殺人もしていいんです。おい、有名なやつは出てんのか。有名なやつはイーサン・ホークが出てます。あ？イーサン・ホークという俳優が。イーサン・ホークが出てんのか。俺意外と好きなんだ。ありがとうございます。おい、おめでとう。この映画の見どころは、この映画イーサン・ホークが家族を守るために奮闘するところが最高なんです。お前も長州力と同じで滑舌が悪いな。すいません。おい、この映画の名前は、この映画のパークです。123、ファイヤー。お前ら、おい、この映画の面白さ伝わったか。はい、伝わりました。よし、こいつらもよく体を張って宣伝したと思う。この映画は7月18日公開だな。俺も行く。最後の決め台詞分かってんな、分かってんな。お前はほら、お前はスリアー、バカ野郎ファイヤーだろ。123、ファイヤー。You must be. Oh my God. Try to find some other Canadian weirdo up here I can talk to, but I don't want you to go to Canada tomorrow. It's for the podcast. So look out, you crazy Canucks. Something weird ass this way comes. My only hope is that he doesn't cry too much. Hello? It's nice to meet you. Could I interest you in some tea? I've never had tea like this. Which? It'll be all right. It'll be all right, Mr. Tusk. Oh my God, there's no leg there. For some time now, I've been constructing. I'm scared shitless, man. I think he wants to turn me into like a... You must be a walrus, a walrus, a walrus. Somebody out! Your life as you knew it is over, Mr. Brighton. What the fuck? アシカやアザラシじゃなくて、なんでよりによってセイウチなんだ。ミスタータスク。
あなたにも牙を。ミスターマスクプレゼント。国民の皆さん、私たちの国は生まれ変わりました。犯罪はなくなり、平和になったのです。なぜなら、一年に一晩だけ全ての犯罪が許される法律、パージができたからです。今から12時間、全ての犯罪が合法で、あなたは12時間を生き延びることができますか？パージ。 We're gonna make it through tonight. ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。スマホ、タブレットでご覧の方は、動画説明文にあるチャンネル登録のリンクをタップして登録してください。 PC、パソコンでご覧の方は、画面の赤いボタンをクリックして登録してください。商品についての記事を読む方は、青いボタンをクリックしてください。またのご視聴お待ちしております。